竹原春仙が、絵本百物語より、マク首、マ首、ク首は、神奈川県真鶴町に伝わる音量。江戸時代の祈談集、絵本百物語で語られている。絵本百物語の本文には、以下のような伝承が述べられている。鎌倉時代中期の歓元年間。小三太、また十、悪五郎という三人の武士がいた。伊豆の真鶴の祭りの日。 酒の勢いで三人が口論となり、やがて刀の切り合いとなった。怪力を誇る五郎が小三太を切り捨て、さらにまた銃を斬ろうとするが、また銃は山中へ逃げ去った。五郎は小三太の首を切った後にまたへ追いかけた。また銃は切り合いに応じたところ、五郎がつまずいて転んだので、隙をついて五郎を切りつけた。五郎は切られて、なお起き上がってまた銃に立ち向かった。 二人は組み合っているうちに足場を踏み外し、海に転げ落ちた。水中で二人は、互いの首に刀を当てて、二つの首が切り落とされた。首だけになっても二人は、水中で争い続け、また銃の首が、五郎の首に噛みつこうとしたとき、そこへ切り落とされた、小三太の首が踊り出て、五郎の首に噛みついた。こうしてこの海では三人の首が食い争い、夜には火炎を吹き、 昼には会場に、ともえ模様の波を起こしたので、ともえが淵と名付けられたという。なお差し絵中にある文章はこの本文とは異なり、爆打勝負をしていた三人が、役人に捕らえられて、死罪となり、その遺体を海に流したところ、三人の首がくっつき合い、口から火を吹きながら、互いを罵り合っている、とある。ありがとうございます。